にちは、ギタリストの小川智成です。今日はですね、チャーリー・クリスチャンフライングホーム完コピへの道第3回目ということで、今日も譜面を用意しましたので一緒にコピーしていきましょう。ということで今日のフレーズはこちらです。はい、こんな感じだったんですけれども、ではでは早速解説の方いってみたいと思います。まず譜面を見ていただきますと、最初のコードは Eb7th ですね。で、ルートを、裏拍で取るような形で、1、2ってこういう感じですね。で、その後は 9th ルートっていう感じで続いた後、 9th メジャーサード、 9th ルートで、その後もマイナーセブンスにクロマチックで下がりますですね。で、その後は、13フィフスときて、最後の2拍は、サブドミナントマイナーですかね、D フラットマイナーのコードトーンが入ってますね。で、A フラットの、メジャーサードに先取りして入っちゃいます。ですね。で、次 A フラットは、5度とメジャーサードですね。で、9thに行きます。そしたら次の、小節 A フラットのマイナーサードからルートに、クロマチックで下がってきますね。で、その次の、フレーズは F7 に行くんですけども、そのままクロマチックで下がっていくような形で行くんですけども、まあ音で言いますとマイナーサード、ナインス、マイナーセブンス、フィフスときてメジャーサードに行きます。で、その後はナインスから、マイナーセブンスまでクロマチックで下がります。5-4-3-2-1って感じですね、4弦の。で、ここから、メジャーサード、フィフスといって、ナインスルート、フィフス、サーティンという感じですかね。なので、クロマチックとコードトーンが入り混じった感じで。で、しかもこう上昇下降を繰り返してるんで、なんか流れるようなフレーズになってますね。はい、次のフレーズは Bb7、マイナーセブンスルートときます。ナインスメジャーサード、ここでフラットサーティンが来るので、まあオルタード的な、ニュアンスなんですかね、オルタードテンションのようなものが入ってますね。メジャーサード、ナインス、ルートが来て、マイナーセブンスに半音で下がるような形ですね。で、メジャーサード行ってマイナーセブン、ルート、ナインス、こんな感じでいきますね。で、次のフレーズは、はい、ここはですね、コード進行が、変わって、まあ、ここは E フラット、E フラットのブルーススケール一発だと思っていただいて構いません。これは、E フラットのコードトーンをそのまま弾いてますね。次のフレーズも、まあ
メジャーセブンスが入ってますけど、E フラットの、E フラットメジャーフレーズですね。ルート、メジャーセブン、ルート、3度、5度、で、またルート、1オクターブ上。ですね。で、次のフレーズいってみましょう。ナインス。マイナーサードに半音チョーキングして、戻して、ルートに戻ってるんですね。5度。13。ですね。で、最後のフレーズが、マイナーサードからメジャーサードに行って、5度、11、メジャーサード、ルート、マイナーセブン、ルート。まあ、よくあるブルーススケールですね。という感じでですね、今日はですね、前半のフレーズはコードトーンとクロマチックを多用して、時々なんかフラット13とか、ちょっとオルタード的なものが入って、で、最後の8小節は、コード進行が変わりますので、ブルーススケール一発というような感じで弾いてました。これもね結構、勉強になるフレーズというかネタの宝庫ですね今日も。という感じでですね、今日はこの辺で終わりにしたいと思うんですけれども、あと一応このフレーズの中ではアドリブはここまでなんですよね。なので一応これで最終回という形になります。この曲はギターソロが短いので、あとはですねバッキングを弾いてたりクラリネットと、ユニゾンで弾いてるところもあるんですけど、まあテーマに近いので、まあ、そちらの方は今回省略しまして、なのでまあ今日でこの曲はコンプリートということで完成しました。また次回は何の曲やるかまだ決めてないんですけども、また新しい曲を見つけていきたいと思いますので、また一緒にコピーしましょう。ということでまた次回もよろしくお願いします。今日はありがとうございます。